うおお、お、なんか浮いてる。うわ、やばい、あぶな。はい、どうもこんにちは、キです。今回もね、GTA4 ザ・バラット・オブ・ゲイトニーやっていきたいと思います。今回はですね、ブルガーリンのミッション1本しかないんで、ブルガーリンのね、豪邸から始めていきたいと思います。毎度毎度豪邸ではない気もするけど、インザ・クロス・ハンズ。お、なんか珍しく銃を準備してますね、初っ端から。レイタラ、友人が来てるんだ、黙ってろ。そんな口聞くんじゃないよ。人づてに聞いたんだが、お前はダイヤモンドを売りたいんだって。俺じゃない、俺のボストニーがな。もう一人のボスだ。ダイヤを太ったコックから、お、なんかダイヤの居場所聞いてんのか。自分のこと大物だと思ってるようだけど、ミドルパークイーストに自分の家さえ持てないの。手にだ。おお、やばいって。おい、大丈夫なのか。思ってのみんなデカマラなのよ。レスリングのコーチにステロイド注射されるより前からあんたのものは小さかった。だからこの人の実家なんやな、ここは。姉を無視してくれ、ダイヤの話をしよう。トニーと話してからな。パパにお許しをいただいてからが、俺はお前を、ん、談笑、俺のものじゃないんだ、勝手に売れねえぜ。そうか、ブルガーリンはダイヤを売りたいんか。分かった、ではすぐに男にしてやろう。ティムルを守ってやってくれ。奴はこれからある人物と話し合いをするんだが、お前もそこにいてほしいと。落ち着くかどうかは俺が決める。いいけ、誰がこんな奴の言うことを聞きたいねんな。むちゃくちゃな奴やな。自分のお姉ちゃんに向かってマシンガンを連射するっていうね。で、ビルへ行け、ビルへ行き、ティムルを守れと。 OK、 よし。ちょっと待って、ビルどこや。あそこね。 OK、 今回はビルに入るパターンのやつかな。よいしょ。まあ今回は運転しながらね、誰かの会話を聞かなあかんパターンじゃないんで、まだちょっと楽よな。そういえばね、今回ちょっとストーリーミッション始める前に、武器をね調達して、ボーダーアーマーも買わないといけないんで、そのためにアルマンドのね車上販売に行ったんですけども、前回ユスフにねもらった金ピカのゴールド SMG がね売ってなかったんですよね、まだ。でもなんか売られるような感じの、その場所はね空いてあったんですけど、1個分のね武器の空きがあったんですけど、そこでねまだ売られてないっていうことで、何か条件がないと売られへんのかな。それともこのミッションをクリアした段階で売られるようになるんかな。ちょっと分かんないんですけどね、まだ売られてないということで、ちょっと使うのももったいない気もするけど、まあね、でももし戦闘があればやっぱ使っていきたいよ。ここか。なんか、これ、レイのレストランちゃうか。多分ちゃうな。よし。じゃあ、ちょっと、この金ピカの SMG に持ち替えて、これね、やっていきたいと思います。多分ね、戦闘あると思うんですよね。お、屋上に出ましたよと。着いたぞ。そうか。近くに箱があるはずなんだが、見えるか。なんか怪しいな、なんかブルガーリンのやることを。もう開けたか。もう少し待ってくれ。え、なんか血だらけやねんけど、キモ。よし、開けるぞ。うおー、誰誰誰こいつ。お前はダイヤの剣でそいつと組んだ。うわ、生首やん。なんなんだよ一体こいつは。俺たちにダイヤを、あ、ほんまや、ダイヤ打った人や。あの船に乗っとった。お前が聞くんだ、俺はお前に機会をやったが、また俺をはめようとした。ダイヤの出所なんて知らない。そんなことはどうでもいい。俺の持てる全ての力を使って、お前とお前のお釜の主人をあの世へ送ってやるからな。さようなら。やば、おお急に始まった。
クソなんてことは。でも外すっていうのは一番のチャンスやったのに、今ルイスを殺す。どこ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 、スナイパーが発砲するとレーダーに位置が表示。あ、なるほどね。そうでないとわからんわけが、場所が。あ、おったおったおった。え、どこどこどこ、上。あ、おった、あれか。行くぞ。待て、ちょ待て、なんかスコープ覗かれへんねんけど、なんでや。オッケーマシンガンが強すぎて。おい、普通にあれなんやな、オートエイムの範囲外なんやな。ちょ待て待て、これせこない、なんか死ぬモーション待たなあかんっていう、その間に攻撃されるっていうね。あ、そうか、遮蔽物に隠れたまんまやったらスコープ覗かれへん。ちょ待て、危ない危ない、スコープ覗かれへんようになってんのかな。あ、そういうことやな、多分。いて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 、スナイパー弱っ。なんか待て、出てるんだよ。オッケーナイスヘッドショット、今のヘッドショットやろ。いて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 、どこやどこや、どこにおるお前は。あ、そこか、出せんだよ。おい、ヘッドショット、気持ちいい、いいね。あ、ちょちょ、毎回棒立ちになるのやめて。これ一般人、どこやどこやどこや、ちょっと持ち替えてダイヤ取り返してみろよ。ルイスが強気やな。いた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 、あ、お前そこか。オッケー、よーし、あー、ナイス。割に合わんな畜生。あ、結構食らったダメージ。ちょ、全勢力めっちゃ弱いな、なんか。そりゃ鍵かけるよな。ああ、全勢力来た。ヘリを使ってくるんか。なるほどね。この時こそあれやな、ゴールド SMG 欲しいよ。射程距離が短かったらちょっとな。お、あ、味方かと思った、ちゃうかった、アルマンドかと思った、助けに来てくれたんか思った、全然ちゃうやんけ。くそ、痛い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 、くそ、やばいやばい、何こいつ、うら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 、オッケー、ナイス。ちょっと結構強いぞこれ、ちょっと敵の武器結構強いって。おら、おっしゃおっしゃ、ナイス。おらめっちゃ強いぞこれ、ゴールド SMG めっちゃ強い。おっしゃおっしゃ、リロード。あのヘリどこ行った。あ、おっとっとっと、ま、ちょっと待って、ちょっとこいつらをやって、オッケー、運転席打ち抜きたいけども、おら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 、しゃあないな、お前はそんなにこのオートショットガンでやられたいんか。おら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 、オッケーマジ強い、もうチート武器やからな、公式の。おっしゃ、マグナム、おーし、強い、はい強いやばいやばい、無双状態。こんな強くていいんすか。え、こっち進まなあかんのかな。ここはもう鍵かけられて進めないっていうことで、ちょっとルートをね表示してくれないからちょっと分かりにくいんよな。お、これはこれマシンガンか、今の新型マシンガンかな。おっしゃ、あ、 なんか音する。あ、そんなとこおったんか。行くぞ、おい、オッケー、おお、オッケー、なんかまだまだおる、お、なんか浮いてる、うわ、やばい、あっぷな、あっぷな、今のナイス判断、今の。ちょっと待って、あいつやばいぞ、ちょ、だるいって、それだるいってマジで。グレネードラン、お、そんなとこおるんか、やばい、早く早く、うらららららら、ら、ちょちょ危ない危ない、ちょ危ないって、あいつあいつマジで危ない。ちょっと爆音で聞こえへん、よかった、あいつのエイム結構クソやな。お前か、おっしゃ、だるいわ、と邪魔やなこの死体。
これで折れへんようになったはず。グレネードランチャー係が、オラ、そうや、こういうやつこそ粘着爆弾を投げつけて、あかんか、どう食らえへん、ほい、あ絶対食らった今の、ナイス、いいね。なんか今回いろんな武器使って倒していきたい。よしよし。なんかレーダー上にはね、全然敵が映ってないように見えるんやけど、全然そんなことなくて。お、まだ生きとったんかお前。おっしゃ、あおった。あいつはグレネードランチャー持ってないはずよ。ちょっと一応スナイパーライフルで覗いて。おい、おんの分かってんぞ、おい。え、ちょっと待って、え、なんか違うとこおる、なんか。あ、まだまだおるやん。はい、オッケー。お前、はい、出てこい。そっちおったらちょっとだるいんよな。ロケランで牽制するか。よいしょ。はい。お吹っ飛んでいった。よしよし。気持ちいいね。すごいベクトルで吹っ飛んでいったな。めっちゃ近くおった。あ、なるほど、このピンクはルートか。敵の位置を教えてくれるわけじゃないんやな、レーダーで。よし、ナイス、オッケー。ちょっとしゃがんで、さあどうだ。あ、おるおるおる、おるわ、全然おるわ。おりゃ、俺の方が有利や、位置的に。はい、マジで武器が強すぎる。まあその分敵もね結構強いんですけど。このエリアから離れろ。なるほど、ちょっと待てよ、やばいぞ。ここはちょっと蜂の巣やから気をつけたい。かといって急ぎすぎたら落下死してしまうんで。お、もしかして全滅か敵。よいしょ、はい、オッケー、ナイス。いや強っ、マジで強いわ。いいね、今回は各武器を有効活用しましたね。気持ちよかったよ。ざま見ろブルガーリム、俺を舐めてやがったな。こんなんでルイスをね倒せると思ったらあかんよ。ルル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 、よーし、ナイス、おーし、いいね。さあどうだ、ブルガーリン、ブルガーリン電話かけてけへんのかな。トニーに連絡せないとやばそう。お、トニー、ちょっと待て、探してたんだぞ。聞いてくれ、話しておきたいことがある。レイ・ブルガーリンって男のこと覚えてるか。あのロシアンマフィアの、この状況から抜け出す金を貸してくれるって。彼とは関わるな、こんなこと言いたくないけど、もうこれ以上厄介事を抱え込みたくないからな。もう遅い、やつといろいろ話をして判明したんだが、俺たちが買ったダイヤはやつから盗んできたものだったらしい。あっ、なるほど、ブルカーリンのものやったやん、あれ。すまない、俺が厄介事を持ち込むことになるなんて。俺にも弱みができてほっとしたが、あ、正直安心した。ブルガーリン様のほらダイヤやったやん、あれ。マジか、そういうことだったのね。ここに来て伏線が回収されたな。なんか謎が解けたっていうかね、あの2個編から続いとったね。なるほど、まさかあの2個編の序盤で出たシェフの人が首だけ切り取られてね、箱の中に詰め込まれるとは誰も予想してなかったやろ、こんな。よし、じゃあね、今回はこれまでにしたいと思いまして、まいたんで、あれ、あ、トニーか、そうかそうか、オッケー。なんか結構もうマジであれやな、もうあとミッションなんかもう数個しか残ってなさそうやな、この雰囲気。なるほどね。いやー、ちょっと終わりに近づいてきましたね、とうとう。とうとうガチですごい近づいてきた。というわけで、次回はねトニーのミッション行きたいと思います。はい、
で、おそらくね戦闘とかね結構またあると思うんでね、いろんな武器使って、残りのね、ミッションちょっと視聴者のみんなと一緒に楽しんでいけたらなと思っておりますのでね、ぜひ次回の動画も楽しみにしておいてください。はい、というわけでまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。That I made by myself.